困ってる友達を助けるのは当たり前。ルフィはさっきそう言ってたわ。じゃあ私がみんなのためにできることは。おい、何ブツブツ言ってんだ。なんでもないわ。早く家に戻りましょう。おう、戻ったか、お前たち。次の移行の目処はついてるぜ。どうする？大丈夫だ。仲間も一人戻ってきたからな。どうってことね。そうか。じゃあ、早速と言いたいんだが。どうした？何か問題があるのか？先日の嵐で橋が落ちちまってな。かけ直すから少しばかり待ってくれ。足なら俺に任せな。あっという間にスーパーな橋を架けてやるぜ。そりゃ助かる。じゃあ材料渡すから橋は頼んだぜ。あお、任せときな。足なら任せとけ。スーパーなやつをかけてやるぜ。これだな。よし、行くぞ。
ディオ、この遺構って俺が調べたところじゃ氷塊の遺構って名前だ。氷塊？氷なんてどこにも見当たらねえが。確かにな、俺も中を探索するのは初めてだから。それにしてもすげえ滝だな。あれは何なんだ？結界かしら。滝の裏側に何かあるのかもしれない。それなら切って確かめるか。行くぞお前ら。切るって、あの滝をか。108ポンド砲。ゾロの斬撃は何か特殊な水のようね。巨像に関係あるのかしら。何これ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。さすがにこれは。まあ滝の裏に何があるのかは分からないけど、とりあえず他の場所を探索してみましょうか。よし、探検だ。よっ、いちゃった。こっちにはなんかありそうだな。
んかあるぞ。見ろ、滝がなくなってやがる。どういうことだ。そこら中につららが垂れてるわね。どこれってさっきの装置が関係してんのかな。おそらくな。それでどうする。厄介な滝はなくなったようだ。じゃあ先に進むぞ。マジで凍ってるけど、急に割れたりしねえよな。
レディーが待ってるっていうのに。待ってやブルジャンブ、フランバージュシャット。準備 OK。 サンダーチャージ、ウィングラー。準備 OK だ。危機急投流、アッシュだ。一部銀、無駄だ。シャット、なかなか楽しめたんじゃねえのか。
ためには仕方ないけど、氷の上を歩くのはさすがに怖い。下に行けばいいんだよな。ルフィ、油断すんなよ。おっとっと。何が潜んでるかわからねえ。よく見りゃ天井にツララがあるぜ。よっ、やった。装置があるじゃねえか。この先がどうなってるのかわからないから、氷と水どっちの状態にすればいいのか迷うわね。私？もちろん寒いわよ。困ったわね。グランデ。何をしよってんだ、アディオ。まあ見てな。
こっちだ。この足場の下に別の足場がある。おいアディオ、今のはなんだ。お前の能力、生きたものは掴めねえんじゃなかったか。ははは、掴んでるわけじゃねえ。今のはソルメンテ。俺のコテコテの出来損ないのは自我の弱い者の心を掌握して、そいつの見たり聞いたりした情報を共有できる。まあ心を握る。もっとも鳥や動物程度ならこの通りだが、自我の強い者には弾かれちまう。なんだよ、便利なのかどうかわかんねえな。だから出来損ないの技だって言ったろ。地下にあったのと似てるわね。見ろ、またあの装置だ。しろよ。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。レディーが待ってるっていうのに、待ってやブルジャンブ。フランバージュシャット。いつでもいいぞ。そっちか。引き。中刀流アシラ一部銀いくわよ。サンダーチャージ、ウィングラン。ナミ君、力が戻ってきた。目指す私のみんなの行きつ。
ゃかなり進んだが、巨像とこにはまだつかねえのか。焦るなよフランキー。だがおそらく青の扉か。いよいよって感じ。Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.